みなさんこんやっぱはいが必要だねびっくりした <laughs> 今びっくりしましたよいやなんかはいがないと気持ち悪いねあードキドキしました今いきますきます,きますはいみな、えー、さんこんばんはこんばんはえっと…えー、なんだっけちょっと最初のつまずいちゃったからはい、えー、がないと気持ち悪いですねいやドキドキしました今、うん、あそうだそう質問質問です質問カミカミですね今日は <laughs> いっぱい噛んでしまってますけど、はい、そこで息を取り直して、<laughs> 今日質問をいただきまして。はい。ええー、それを読みます。はい、お願いします、うん。読んでもらおうかな、じゃ。あ。あ、なんでしょう。たまには読んでもらおうかな。はい。じゃ、いきます。はい、いつも面白いテーマありがとうございます。マサさん、花粉症に。な、治れる、治るために。願っております。とありがとうございます。うん。 そうですね僕の方が委ねるのは初耳ですね。説明してくれてありがとうございます。あこのエピソードの話ですね、えー。今回は同じ読み方の言葉の違いについて質問がありますが、絶対と絶対の違いです。どのように使えばいいのかがよく分かりません。これについてお話ししていただければ嬉しいです。ということです。絶対と絶対の、えー、と対。 ののの字の漢字漢が違うものですねはい、はい、なるほど。あのはい、絶対にっていうやつとタイ、うん、っていう字が「体」っていうのになってるってことね。そうです。はいはい。はい。ありがとうございます。面白いですね。いや難しいですよこれ、うん。面白い質問だなと思います。はい。はい、えーっと、えー、っとまずね、うん、その、 結構難しいんだけどこれ、うん、あの言葉で説明するとこ字,字の説明がとても難しいんですけれども、うん、えっとよく使うのは「えー、絶対に」っていう風に使う方ですね。タイトルで言うと1個目の方の1個目というか最初の方の文字ですけど、うん、でもう1個の「 えー、絶対の「体」という字が「体」っていう字ですね、うんうん、の方は、えー、っとあんまり使わないですねそうなんですよ。わ、うん、からないんです。使,てる使ってるところがわからないんです。うんはい、あのねこれはまあ本当に実用というか、うん、まあ実際に使っていく言葉の,、まあ、そのレベルでお話をすると、うん、えー 「絶対」っていうその2個目の方ですね「うん、体」ってついてる方は基本的にはもう1個しか使わないと思うでそれは「絶対絶命」っていう「うんうんうん」いう時、はいはい、絶対絶命」っていうまたそれもまた難しい字なんですけど <laughs> 同じ「絶」っていう字に「うん、は命」は「命」っていう字ですね「ははいはい、はいはい、絶対絶命」っていう えー、まあ言葉がありますけど、うん、その時しか使わないと思ってもいいかなと思いますうそうなんだ絶絶、うん、絶対対命ののは体の方なんだそうううででですすすそそそなるほどれの、まあ「絶対絶命」って言葉の意味なんですけど、うん、も,うもういよいよ最後だなというかうん、うん、もういよいよ終わりますみたいなそういう感じですね。 もうかなりかなり追い込まれていて、うん、もう大ピンチというか、うん、もう本当にこれはどうしようもないですみたいな感じですねうんうん、うん、そうね、うん、もう逃げ場もないし、うん、みたいな、うん、も,うもう死んでしまうというかね 辛いな。そのそ,そ,そういう感じのお話なんですね。うんそれが絶対絶命っていう状況で、はい、まあ例えばですけど。例えばなんだろうね。あんまりこう。例え例えてないんだけど、<laughs> うん、絶対絶命を使う時ってあんまりないけどね。うんまあ、例えば。うん 冬に登山とか行ってて雪崩に巻き込まれたとかねもう命の危険がそうもう本当に本当にやばいという時にこれはもう絶対絶命の状況ですとか絶対絶命のピンチとかねいろんな言い方がありますけどこれはもう絶対絶命だみたいなそういう言い方をしますはいはいはいそしてよく使う方の「絶対 対立の対っていうかね字ですよねはい絶対の方ですけどそれは絶対に絶対に見てくださいとか次のエピソードは絶対に見てくださいねとかよく使うよね明日は絶対に来てくださいねと明日は絶対行きますとか約束する時に「絶対だよ」とか言いますね言います言います で、それは、まあ、イメージとしては、まあ、こう100、100%みたいなイメージに近いですね。そうだね、うん。完全にというか。必ずとか。も確実に、うん、もう確実100%見ますとか。<laughs> 絶対に約束を守ります。っていう、うん、まあそういうことですね。はい、うん。で、まあ、絶対っていうのは、結構口癖になっている人が多いかな。 うんいるよく言うし聞くしうんそうなのでまあよく使う言葉だし日常でもすごく本当に使える使えるというか使うしよく聞く言葉かなと思いますねそうだねうんもう何にでも使えますそう明日は絶対に朝6時に起きなければいけないとかうんうんうん 明日は絶対にカレーが食べたいとかね。うん。何でもいいですね。うん。うん、絶対雨が降るとか。あ,あそうですね。<laughs> 明日は絶対雨が降るとか。うん。うん、絶対大丈夫とか言いますよね。うん、うん。まあそういう時は大体大丈夫じゃなかったんで, <laughs> ですけど。<laughs> 励ます時にとかにね、使いますね。そうですね。まああの使い方を本当にこうなんて言うんでしょう。いくらでもあるというかね。うん。うん。 ということで、あの基本的にみんなが使っている絶対とか、うん、あと絶対ってあの漢字じゃなくてカタカナとかひらがなで書くことも結構ありますよね。あるある。でそれらは基本的には全部、うん、そのよく使う方の言葉です。はいはい。でその体の方のね、うん、絶対絶命の方の絶対っていう言葉が。うん でも、絶対だけで使われることはほとんどない。なんで、いや、もう絶対絶命っていうパターンでしか、その日常で使うことはほぼないです。もうそのための言葉なんだと言っても、まあいいかなと思うけどね。そうなんだ、うん。いや、まあ、あの、いろいろあるんだけど、うん、その細かいことを言ってもしょうがないかなと思ってて、うん、その実際に使うってなった時に、そのわかりやすく。 どういうふうに使えますかっていう方があの現実的だと思うので確かにうん、うん、まああのいろんなコマコマごまとね見ていけばその絶対っていう言葉を使うことは出てくると思いますけど、うん、まあ本当に普通に日本語を学んでいる皆さんが使うとしたらまあそのパターンになってくるかなと思いますう,ーんうん勉強になりましたはい、うん、なのでまあその絶対っていう体の方がうん 絶対使わないとは限らないけど <laughs> そう、まあ、基本的にはその絶対絶命っていうのとう、ね、あとはもう必ずとか100%っていう意味の、まあ、絶対を覚えておけばいいかなと思いますね、はい、そうですねいや、うん、その絶対絶命の方はもうそれでしか出会ったことが本当ないですし、うん、まああのあんまりそもそも絶対絶命っていうのも日常で使うかっていうと、うん まあ、そういうあんまりなんかこう文章とかね、うん、なんかこう小説とか、うん、こうそういう記事とかね、うん、そういうのはあれだけどこうしゃべり言葉としてあんまり使いません使わないですねなのでまあちょっと知っておけばまあ意味が出てきた時わかるかなっていう程度かなと思いますけどねそうですねはい、うん ということで今日は「絶対」と「絶対」の違いということで、はい、面白い質問いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた次回も絶対に見てください。うん、ではでは。